うんうんうん、出たー。だからこんな感じだって。さあ、ということでね、この JR の、和倉温泉駅着きましたね。無事に着きましたね。あ、ここに参加でしたの、待ち合わせをするの。ってことなんでね、反対列車を来るって言ってるぐらいです。見てる通りですね。この駅にそんなターミナルの隙間もありませんね。言うなれば河原田駅みたいなもんですからね。河原田駅のあっち側がない、関西本線側がない河原田駅みたいなもんなんで、ですから河原田からね、四日市までだけね、各駅停車をね、運行させるのをそんな重要ないじゃんってなって、るような感じのところで、なもんでこっちからね、あ、ちょっと暑いけど、ここだとね、通しがいいね。いい通りそうだから、ちょっとここで待ってようかな、5分ぐらい。まあ、こんな感じで、もう、今こっちから来たんでね、ターミナル駅のね、端っこになってるところの一つでもありゃあれなんですけど、二面にしての速端主義のね、ザ・普通の途中駅ですからね。まあ、死んで言うなら、あれか。ここの閉塞か、ちょっとトクトクかな。あれ反対車線から来るのに、まだそこが、こっち側ですもんね。変わるのかな。あ、動きましたね。こういう撮影がね、こういうこういうズームのさせ方がね、やっぱしやすいですからね、いいですね。さあ、まだ来るまでかかりそうかな。あっち、一応ターミナルですけど、あそこの端っこに一応ある安全側線があるから一応やっとく。そこでターミナル、ターミナル反対方向向いてるし、まあ全く全くもってあれですごいないね、用がないね。まあ一応ね、路線図上はね、一応ここが JR の端っこになってるんで、でしかも運用ももう普通列車はここのね、一駅だけね、あれするのもっていうことで、ね、そんな折り返し席とかもちゃんとないんで、まあ、じゃあもう能登鉄道が 100% この間を運行しますよ。だから南四日市駅みたいな、あれですよね。うん。四日市で言うと。で、関西本線からね、神山方面から来る列車があるから、かろうじて JR の普通列車も来ますけど、あれが関西本線がなくなってる状態ですからね。で、特急列車とかは、そこで需要があるんで、何機とか来るけどっていう感じなのかな。この後方面の人たちは、46トン。あ、来た来た来た。2両編成になってきましたね。じゃあ普通の列車だ。あれか、予定だったらこれに乗り換えるとあれっていう形だったんですけど。まあさすがにね。ですから、座線は張ってあるんですね、ここまでね。おぉ。あ、いい感じの絵は、撮れてる。いい絵は撮れた。なるほどな。よし。はぁ、あ。で、これが、その端っこの駅、和倉温泉。七尾市なのかな？あ、生産はもう、列車内で終わらせる感じでしたね。まあ、有事駅な、みたいですよね。こんな感じなんだ。で、こっちの方に特急列車があれなんです、ね。
あ、ここだけだったら IC じゃなかったかもしれない。あ、じゃなくて直通利用か。あ、すげえ。さっきのところで消えてた。こっちから7方面開業してみたんですけど。面白い構造ですね。なるほどな。ディズニーの券売機はあるけど、UG 機ではないんだ。あ、温泉マークが出てるけどね。非常に温泉がある感じみたいに見えるけど。全然学ばれる。アクアイテムした人だね。あの人大体なんかちょっといい感じのあれ出してるところには大体いるよね。辻口修全部ね。あ、パティシエか。で、駅前をちょっと見て、どうしよう。そしたらね、温泉入れたらいいかなと思ってたんだけど、温泉までは3キロくらいありそうなんだよね。ちょっとあるのね。ですから、ちょっとね、行って帰ってくる、1時間ちょっとね、行って帰ってくるには、ちょっと、あれなのかな。で、あ、そうだ、列車の時間だけ見たからか。46分で、帰りの列車が、帰りの列車の時間見てなかった。あった。穴水方面じゃなくて、金沢方面が46分。今、56分か、鉄道から次。16時56分。16時56分、1時間10分かな。1時間10分あるな。あ、それ任すときついのか。そうか。ここ案内はあるし。そう、歩く1時間ぐらいかかるらしいんだよな。結構距離あんだよな。歩く距離じゃねえんだよな。今日お土産物とかもこうなってるのは、温泉街の入り口っていう感じはしっかりとありますね。ただね、あの、湯の山温泉よろしく。こっからね、3キロくらいあるらしいんだよな。3キロはちょっとあるよね。3キロってあるよね。どうですか？皆さんどうですか？ふるさとタクシー。それはしんどいと思いませんか？いや、思うに違いない。1時間ぐらい駅前でブラブラできるところがあるのか？あるのか？そこは、今作ってるところか。どんたく生鮮市場。生鮮市場は今作ってる真っ最中か。コスモスワールドで真向かいにウェルシア作るの。お、真向かいにウェルシア作るんだ。あ、いやいやいや、やるね、ウェルシアも。これ尖ってるね。ここ作るんだ。一応歩きのルート確認しとこうか。歩きの上はさっきの道を戻っても延々と道を歩くみたい。しんどそうなルートだな。あ、こっち行っても、多分特になもなさそうだし、これはおとなしく曲がっていった方がいいのか。ははは、ちょっと熱くなってきた。いやあ、すごいな。で、あそこも、路線バスっていうよりは、温泉からの送迎のバスが、こう、わーってやってくる感じなんですね。で、今から温泉の方にやってくるお客様とかが、あそこから乗ってくると。はい。アメヤ食堂。いやあ、やべえ。今の俺の気持ちをそのまま出してるじゃないか。はい、だるい。だ、マジか。そっか。読まれてたか。だるいな。
これ歩きはだるいな。だるいけど、これ歩くしかないよな。あ、バス、あ、バス、あ、バス。バス？バスさん、運行されてます？私、20分以内なら乗ってあげてもよろしくてよ。だって暑いんですもの。高速バスも来るんだわ。トラウンセン。ああ、一応さすが観光のところですね。リバ、7時、35分、8時15分発の東京行きが来るらしいです。朝一。あ、こっちの人たちが東京に行くようだですね。で、しかも昼便か。ん？到着予定地区、降り場？あ、だから、夜行便の到着場がこっちなんだ。なんとな。あっちが発車。発車はあったのかな？うん。で、和倉温泉駅前、七尾駅経由が、戸島港は、次は、今、15時51分。15時51分です。15時51分は、しばらく来ないね。こっちは、七尾駅前駅、15時51分です。15時54分が来る？3分後に来る？七尾駅前行き。北鉄ロトバスね。ちゃんと北鉄にもね。のと鉄にね。あれ、今の貢献できてるのかどうかわかりませんけど、ね。北鉄ロトバスもね。やっぱね、リモートのバスもね、大切にしないとね。こんなにね、ちゃんとね、運行してるわけですからね。これはね、やはりね、活用しないとはない。ね、待てよ。お盆期間は祝日ダイヤで運行します。8月13日から15日の今日は。16平日だね。ああ。ああ。今来るね。54分来るね。15時54分。ああ、そうかい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 。いくらかはね、わからないけど、そんな500円以上するってことはないでしょう。一応、ナビタイムで調べてみようか。和倉温泉行ったらね。バスがあるね。バスだと、310円。うん。310円って出てる。あ、でももう、バスの時間じゃない ?54 歩。まあ、ちょっとね、遅れるとは思うけど。15時54分から、和倉温泉前に出てて、あ、いいね。いいね。うん？いくら？いくらって？310円。ああ。だから、往復で500円。ああ。片道250円計算でしょ？あ、そうなるとね。見てください。このサンシャインね。今ね、暑いの。さ、物じゃないか。あ、これか。後払いかな。これでいい。